皆様ごきげんよう。今回は、またまた気が向いたのでちょっと質問に、答えていこうかなと思います。さて今回は、この質問を見ていこうかと思います。私の動画に寄せられた、コメントでございまして、最近リセマラしてスタバでバイト始めました。あ、いいじゃん。めっちゃなんかおしゃれなとこでバイトしててええやん。で調べると夜空に咲く青バラキリトが強いと聞きました。ああ、まあ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 強く、まあ、もちゆきさんならどちらで始めるのがいいと思いますか、ということで、まずね、その青バラキリトとか、そのいつの時代の話をしているんだって話で、これに関してはですね、マジで、なんて言うんだろうな、1億年と2000年前からずっとこれと似たような質問ばっかり来るし、でこういうことも動画でもう本当にいっぱい喋ったことあるんですけど、ちょっとね、今回はこれについて、まあ、話していこうかと思います。まずスタバと青バラキリトで言うと、まあ、現環境では、まあこれから始めるんでしたら、まあスタバで始めた方がまだいいと俺は思います。で次にですね、青バラキリトの現時点での現環境での、立ち位置といいますか、これね、死の一枚条件なんですよね。これマジ何回言ったんだろうこれ何回言ったか分かんないですけど、死の一枚で強いんですよ。この攻撃力 20% っていうのが強いんですよね。まあ、このゲームだいたい攻撃力 20% 上昇とか強いって思っていいゲームなんで、でこれでまあシノンを同じセットに入れたいと。でもだいたいもう始めたてのザコとかはあのそういうね、なんかそのシノン入れて何片手直剣編成にしたいみたいなことを言うんですよ、始めたてのあのザコの方々それ、片手直剣だとかなり使いづらいんですよ。で、まあ、俺はたまたまこういうさ、まあ、これもうモッドだからこうあんま今は強くないんだけど、まあ、こういうの持ってて、まあ、シノン満たせるって言っても、まあ、これもこれ自体がそのシノン3枚条件があるから、もう1枚さらに、もう2枚か、このクールウィッチ持ってない人は入れないといけない。だから合計3枚入れないといけないとかで、片手直剣でシノン入れるのって相当きついんですよね。まあ、シノンっていうと弓スキルに多いイメージがあると思うんですけど、全くその通りで、片手直剣でシノンって本当に入れにくいんですよ。で、まあ、たまたまこういう覚醒の弓のシノンとか、まあ、俺持ってるからいいものの、始めたての人は、まあ、持ってないから、例えばそのシノンでさなんか入れるってなるとさ、まあ、例えばですけど、まあ、こういうさ配布のやつとかあるじゃん。でしかもこれ覚醒じゃないんだよ。で覚醒じゃなくて、まあ、片手直剣の編成だけど、まあ、弓のスキルをまあ仕方なく入れて、これソードスキル使用不可になるけど、まあ、シノン条件を満たすためだけに入れるという感じで、まあ、1枠分ちょっと覚醒入れられるはずがちょっと無駄になってしまうっていうのもあるし、でもそもそもね、そういうね、弓以外でかなり使いにくい、もう弓以外で死ぬってほとんどないんですよ。だからもう弓以外でほぼ使いにくいスキルなんですよね。で、あなた、弓で始めますかっていう話でね、大体始めたての人は、なんかやっぱさっきの質問のやつ見た通り、スタバで始めようと思ってるんですけどみたいな、スタバ飛行って引いたんですけどとか、そういう人が、まあ多かったりするん で片手直剣使うんだったらこれすごく微妙だし、なんかね、そもそも、まあ、スタバはこのダークコンバージョンがあんまり意味なくて、でまあ固定値もあんまり強、まあ弱いわけではないんですけど、まあそのパワーライズさんがなんですけど、まあ弱いこのパワーライズっていう効果自体はそんな、まあ、弱いまではいかないけど微妙っていうとこで、で重要なのはこの攻撃力 20% 上昇のとこなんですよね。片手直剣ってこういう固定値って呼ばれるこの整数分のやつがあんまり強くなくて、この攻撃パーセントの部分が
あのめちゃくちゃ強いって。まあ始めたての人はあの小鉄自体が低いんで、レベルも低ければ熟練度スキルも低いし、でいいあのスキルも持ってないし、で熟練度レベルも上げてないし、でも固定値が本当に低いんで、まあこれはまあ始めたての人は別にいいと思うし、まあ始めたてじゃなくてもパワーライズってだけでね、あの指定されたスキル入れるだけで、まあ入れないだけでとか入れるだけで攻撃力が 20% とか 25% とか上昇するやつ、だいたい効果がついてるんですよね、覚醒のパワーライズなんて。だからまあいいっちゃいいんだけど、あの長い目で見ると、あの本当に使いにくいし良くないんですけど、あのどっちかっていうと、まあ効果の強さで言えば、この6女神降臨オーダーの、まあ、復刻なんですけど、まあ、これですね、これ激推しですね。まあリセマラで、するとしたらこちらなんですけど、でそのさ、あのまあ青原キリトとどっちかって言われたら、まあ速攻で答えられる、まあスタバの方がいいなって答えられるんですけど、こっちとどっちのがいいかって聞かれるとすげえなんか困る。まあスタバ悪くはないんですよね、ずっと使えて。なんかその始めたての人でよく言ってる人がいるんですけど、こんな覚醒パワーラとか引いたところで結局、まあ、上のボス行くとなんか1しか与えられないから、あの1ダメしか入んないんですよ、残以外の弱点のやつ。片手直拳で言っても残属性弱点のやつでいけばね、スタバだったら、まあ、ダメージ入るんで、まあ、スタバのがいいじゃんって言う人もいて、でどうなんだろうな、いっぱい課金する人はそもそもリセマラとかしないと思うんですけど、まあ、そこそこでも課金して、まあ、いろんなスキル集めたいって人は俺はこっちおすすめですね。なんかスタバあったところで、まあ、あった方が、まあ、残弱のボスいろいろさ、あの倒せるっていうか戦えるようになると思うんで、まあ、いいと思うんですけど、ちょっとね、まあ、正直好みとしか言いようがない。俺はまあこっちかな。俺がリセマラするとしたらこっちで始めます、俺がやるとしたら。ただこっちはこっちでリズベット1枚条件がかなり厳しいという感じで、まあ、リズベットのいいアビリティとか、まあ、さっきの青バラキリトもそうなんですけど、まあこれで言うと死の条件なんで、まああの歴戦の軍神死のみたいなのがあったら、まあそっちの方がいいんですけど、おそらくそういうのも、まあ、ないと思うし、なかなか手に入んないと思うので、ってなると、でもどうなんだろうな、ちょっと条件厳しいけど、これは相当強いんだよな。いろんな効果があって、まあ、アスナ1枚条件でクリ率 30%、 あ、クリダメか 30% とか、まあ、いろいろね強いんですよね。まあ、社員コンバージョンっていう点で生属性ダメージが上昇するし、あのクリダメクリティカル出した時強いっていうのもあるし、スイッチの威力上がるしっていうので本当に強いんですけど、しかも勇気のスキルなんで、片手再建のマザロザフルバ対象外と。っていう点で、まあ本当にいいんですけど、そのね、スタバもね、永遠に強いかっていうと、そうではなくて、一応火力出すスキルなんで、一応これが。で、環境が移り変わっていくにつれて、これが弱くなる可能性ももちろん出てくる。てか、まあ、いずれ、もうすんごい長い目で見るといずれ弱くなるし、まあ、それでいったらもう こちらもね、まあ、性能、この勇気もね、性能に劣るような時代が来るかもしれないですよ、いずれ来るかもしれないですけど、こっちの方があの弱いって言われるような時代、あの来るの遅いと思うんで、こっちの方がスタバの方が、まあ、もっと強いスキルが出てきて、あの弱くなる可能性があって、でもこれもね、なんだろう、これがいずれ弱くなるかっていうと、これが全く使えなくなるかっていうと、それもよくわかんなくて、あの他のスキルとの組み合わせ、まあもうすぐ7周年なんですけど、まあ7周年何が出るかわかりませんけど、まあ7周年に何が出るかにもよるし、8周年とかまで続くかわかんないですけど、8周年でもし出たら、
そういうスキルとね組み合わせてもしかしたら強いかもしれないんで、まあ、それで言うとこっちも何かと組み合わせて強いかもしれない。もうそれはどのスキルにも言えることなんですけど、まあ俺だったらこっちでリセマラするけど、それはいっぱい課金するっていうか、まあいろいろそのいろんなスキルを集めること前提で考えてるからそうなってるのであって、本当に今すぐでも上の層のボスでダメージ出したい、今すぐにでもは無理だと思うけど、もう育成具合によっては育成さえすればダメージ与えられる、でそういうのが楽しいっていう風にしたいんだったらこのこっち超迷うけどね。まあとにかくね、青バラキリトはあんまり今の環境ではちょっと微妙っていうか、おすすめしないっていうか、使える場面がちょっとね、まあ、使えなくはないんですけど、限られてくるような感覚になるというか、なんかそのね、このパワーライズのこの攻撃力 20% とか 25% の効果を舐めている人が多いんですよ、ビギナーは特に。で特にその始めたての人ってやっぱ固定値自体が弱いから、これつけてもそんな強く感じないっていう人もいて、別にこれ条件満たさなくてもよくねとか言う人がいるんですけど、強くなるにつれてこれの重要度が増してくるんですよ、パーセント上昇だから。パーセント上昇ってことは素のステータスが高ければ高いほどそれが 何倍とかになってくるんで、まあ、これだったら 25% 上昇なんで 1.25 倍みたいな感じではあるんですけど、まあ、実際は 1.25 倍じゃないですよ、いろんな、上昇する効果とかが増えたりして、まあ、ダメージ計算式はもうちょこっと複雑なんです、もうちょっとっていうかもっと複雑なんでそんな単純じゃないんですけど、強くなるにつれて、まあ、これが本当に良くなってくるんで、アホみたいに周回する人はこっち、ね、本当に頭おかしいほど同じことを同じ作業をやりまくって気持ち悪いぐらい周回する人とかは、まあ、こういうのがいいなって思います。そういう人はねやっぱ他にもスキルいろいろ集めるだろうしっていうので、まあ、正直好みかなっていう感じ。うん、いやでも始めたての人はどっちかっていうと、まあ、スタバおすすめするかな。なんかダメージ与えられないじゃん、つまんないじゃんっていう人がいるんで、まあ、こっち進めときます。なんか始めたての人にすげえ文句言われるんで、なんかいろいろこっちのがいいとか言うとね、俺本当はこっちのがいいと思ってる、俺自身はね絶対こっちの方がいいって本音では思ってるけど、ビギナーがギャピギャピうるさいんで、スタバの方をおすすめします。まあなんかこっちの方が後悔しないらしいから、まあこっちまあおすすめしときます。まあそういう感じです。まあということで、今回の質問、青原キリトとスタバどっちの方がいいのっていう話はスタバの方がいいっていうことでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出まちゅ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 出ま